あいつめちゃくちゃ働くな。あいつ誰だ。こいつ名前覚えとこう。リンゴ。ふん。お前誰だ。フローリングです。知らねえ。フローリングですって言われた。おめえの名前は知らねえ。ああ、フローリングの溝を永遠に掘り続けてるやつだ。お前か。こいつフローリングの溝を9時間ずーっとなぞっていたことがあるらしいの。だから加藤さんの家の周りをずーっと9時間僕が整地し続けますって言って、そのことすら忘れていたのにもかかわらずちゃんとやってるってことはガチだわ。こいつ本当にやってた、影で。俺が見ていないのにもかかわらず一人でずーっと綺麗にしてた、こいつ。好きなだけフローリングの溝をなぞっていいぞ、今日は。あれ、死んだ？あれ？フローリング？フローリング？整地もめちゃくちゃ進んでる。だからフロー、ね、ちょっと待って、山が一個消えてる。おい、フローリング、お前やりやがったな。山一個消したわ、あいつが。これ山あったよね。あいつ消しようと。さあ、寝るよ、みんな。寝るよ。寝て。逃げてるぞ、逃げてるぞ。お前、マジで。おい、お前、やばいな。こいつ一人で山を2個目切り崩してる。配信に一回も映ってない。ねえ。こいつガチだわ。あいつガチだったんだな。え、誰か追われてる？嘘だろ。え、誰か死んだ。え、てか、待って、めちゃめちゃ殺されてる。ちょっと待って、落ち着け、みんな落ち着け。待って、何そのバタバタ死んでんだ。おい、待って、二人殺された。え、フローリングが殺された。